2番手は見つめ直してきたサスセッティングでリベンジを誓うシーカーイージーシックス。足回りだいぶしなやかに今回なってますので、その辺も合わせてトータルパッケージでやはり軽量で旋回速度の速い車ですから、その辺も合わせて楽しんでいただければと思います。シーカーイージーシックスをアキラが初体験。まずは鬼門のヘアピンを無事通過。あのね、多分いい車なんだろうけど、トルクスケアが結構あって気持ちよくないな、あんまり。おっと、アキラはいまいち気に入らないみたい。風間の評価はどうよ。ちょっとちっちゃい打角だと曲がりすぎかもしんない。じゃあこの人はどうなのよってめっちゃ踏んでます。タイムも抜群。速すぎるよこれ。ちょっとオーバーが怖い。巻き込む割とね。あ、この跳ねはいい。ちょっとオーバーが気になるみたいだけど、 VTEC はやっぱり気持ちよさそう。先行はバトル魂に火がついたドリドリ。よし、あ、やべ、直線でぶっちぎってやる。待っててやろうかな、かわいそうだから。恐るべし、シーカー EG6。 ストレートではバンド AE86 を子供扱い。ここからは後輪駆動車有利のテクニカルセクションだが、やられてます。なんとコーナーでもバンド号を引き離す走り。勝負あり、シーカーイージーシックスの圧勝。はい、ごめんね。バーサステクノプロスピリッツ MRS。 峠レジェンド土屋圭一との対決にアキラも気合が入る。直線でぶっちぎりだ。いけ。まっすぐ速い。ストレートは B16B 回235馬力のシーカーがぶっち。でも進入のブレーキングでアキラも差を詰める。FF としては驚異的な旋回性能を持つシーカーだが、やはりコーナリング性能ではミッドシップの MRS が上か。アキラがベタ付けでバトルは後半セクションへ。よし、ここで離されたスピリッツアキラ、高速コーナーで挽回を狙うが危ない。1本目はシーカー EG6 が僅差の勝利。完全にスイッチ入っちゃってます。土屋さん危ねえ。まっすぐはダメだ全然。よー、入れ替え。さあ前後を入れ替えて2本目がスタート。ここまでは VTEC の勝ち。さあここからどうか。先行のアキラ、コーナリングスピードを生かして勝機を見出せるか。あ、ここで離される。小刻みなソーイングでタイヤの最大グリップを引き出すアキラ。このままリードを保てるか。極悪シーカー、ストレート一本でアキラのマージンを削り取る。シーカー EG6 が追い上げながらゴール。果たしてウィナーは。
アキラコーナーの手前の高速 S 字は追いつく。そう、もうね、みるみるうちに加速でこうビューッて追い詰められる、うん、だけど、まあ、トータルでこれは直線で稼いでコーナーで稼いでるっていう。そうですね、両極端でしたね。そうそうそう、イニシャル D 形式ってするとやっぱコーナーが速い方が勝ちということです。まさに高バトル、高バトル何回やってももう変わんないよこれ。そうですよね、どっちが入れ替わっても、ね、一緒は全く変わんないということで、スピリッツ MRS の勝ちです。